はい。じゃあ準備できたよね。じゃあゴネイさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山形県高畑町から、参りました。今回男婚初めて参加させていただきます。大野由美です。よろしくお願いします。水面に映る月影をどうにか流してしまおうと、川は静かに泣くように、時に激しく怒るように、どれだけ時が流れても諦められずにいつまでも、から知っている、音のない世界で光っている、月は優しく照らすように、深い底まで届くように、どれだけ夜が巡っても祈るように、いつまでも2ステージ目で、最初のステージは、ベルハート前でやらせていただいたんですけども、雨の曲をやったらちょうど雨が降ってしまって、次 の、 あの演者の方がすごい晴れ女らしく、あのそれからずっとこう晴れてるので、はい、暑くなったのは自分のせいじゃないんですけど、あのちょっとしんみりしたね。小さな
影星二つ手をつなぎながら笑い声響く君と描いた作り話の中に立ち止まったままの夏の日を思う降り出した雨に似合わない景色を重ねてシャドウイメージ深呼吸灰色を増してゆくもうずっと前のこと君は未だに意地を張っているのかい誇りをあなた宝箱の中に積み重なっているのはガラクタばかり誰のせいだとかどうでもいいこと安っぽい言葉や微笑ましい思い出雰囲気を許すように目を閉じて息を吐き出すシャドウイナスマ深呼吸もう一度君の手を取ろう私のふくる町僕ら命まで届く深い呼吸大きな小さな影星二つ夜が来る前にもう少し話そう僕ら作り話の続き雨の降り止んだ朝に似合う話をしようありがとうございます、本当は、今までの2曲はオリジナルでいつもライブをするときは1曲だけカバーをやるんですが今回20分のステージが2回だったのでちょっとオリジナルだけでいこうかなと思ってたんですけどせっかくなのでカバーを1曲だけやります。熱くなってきましたね。皆様水分補給をしっかりしましょう。自分もします。じゃあ1曲だけカバーをやります。我々の
It'll never choose now. When you rooster crows at the break of dawn, look at you in the rain. I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright.When in the middle you seem truly all your light, babe. The light I never know. And in the middle you seem truly all your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something new. Do you say to try and make me change my mind and stay? We never did too much talking anywayDon't think twice, it's over. And I know you seem calling out my name, girl. Like you never done before. And I know you seem calling out my name, girl. I can't hear anymoreI'm thinking and I'm wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's over. So long, honey, babe. Bam, bam.Can tell, but goodbyes to good world, babe. So I just say, good you will. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. Don't think twice, it's alright.自分は普段は山形県の高畑町に住んでいるので、活動は山形県が多いんですけれども、喜多方今回歌わせていただくのは初めてで、福島県で歌わせていただくのも初めてなんですけど、いいイベントに参加させていただけて嬉しいなと思います。皆さん最後まで楽しんでください。自分は月の曲で最後の曲にしようと思います。はい、なので、来週の日曜日9月23日に山形市のオリハントさんというお店で、ライブをするんですが、自分料理とかお菓子を作るのも好きで、その時芋煮とケーキを作っていくので、よろしければ山形市にお越しください。ありがとうございます。河野ゆうきでした。この手
笑えるそんな強さを矛盾だらけの気持ちのまんまで誰も責めないそんな強さを君だって頑張ってきたでしょって言えるように郷野由依さんどうもありがとうございました。じゃあ今一度盛大拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして演奏は SY さんのお二人でございます。じゃあ少々時間の方準備の方時間いただきます。今しばらくお待ちください。